今回はストーカー気質なる主人公の恋の手助けをしてあげるゲーム、ストーカー彼女をやっていきます。もうタイトルが怖いされた側本当に怖いからな、ストーカーって。まあでもね、このゲームは別にストーカーを推奨したゲームじゃないんで、そこだけはちょっと皆さん分かった上で見てください。でなんかこのゲーム、サイコパスボーイとかロングボーイとかの作者さんの最新作ってことで、かなり面白そう。やっていきます、ストーカー彼女。どんな感じで始まんの？うわ、なんだいんな、もう。いや気づくだろ。はいはいはい。うわ、もうなんかいかにもストーカーしそうな女の子とか言ったらこれ偏見か。うふ、今何してるかって、彼の家までパトロール中なの怖い、発想が怖い。てかもう主人公もなんかいかにもストーカーされそうな主人公だな。え、なぜかって、だって私の彼氏だもん、かっこ妄想の彼やばいって。もうだから付き合ってると思い込んじゃってるんだ。たくさん喋ったことはないけど、お互いの気持ち分かってるよ。分かってないこれさ、ま、男性がストーカーされる側だからまだギリ見れるけど、これ逆だったら相当怖いからね、本当に。キャッ、こっち向きそう、楽しんでんな。バレないように家までパトロールしなきゃ。みんな真似しないでね。あ、ちゃんと注意喚起もね。気になる場所を立っていろいろ調べてみよう。おい、主人公の服が一番気になるって。これ何このタコみたいな、あ、なんだ、枝がある。火をゲット、アイテムを使いたい場所まで、はいはいはい。いや、バレるバレるおい、あの男にも問題あるだろ絶対に。いやいや、バレてるよこれね。もう気づかれてるパターン、健やかコーポ。なんか落とした。お、なんか落としたぞ。なんだ、ガムのあれかな、包みがあ、怖めっちゃ怖え。ジップロックにしまった。おいおいおい、大丈夫かこのゲーム。さあ、じゃあやっていきましょう。もう合鍵が欲しいなっていうタイトルだったぞ今。めっちゃ怖いけど、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。はいはいはい。うわー、毎回 T シャツおもろいな。落とした。いや、気づく気づく、さすがにそれは。え、これなんだ、こっそり合鍵作っちゃおう。まず鍵取りに行ってみるか。あー、バレた。あ、それ僕のですよね。あ、ちゃんと返すんだ。あ、主人公鈍感すぎ、気づいてないんだねストーカーされてることには気づきそうだけどな、普通に。まあ普通にやったらダメと。何かタップできる場所があるか、主人公直接とか。お、なんだ、お、やばい、気づかれた。あ、時間制限ありなのかこれ、チェーみたいになってる。でもあれだな、あのマップ上に何もなさすぎて、登ってみる、電柱を。電柱登って上からなんか釣り竿で釣るとか、鍵を。うわー、待って待って、いやー待って、どこもタップできないぞ。あ、ハンカチ、これカバンからハンカチゲットできた。あ、これでかぶせるいやもう犯罪ガチで、もういや、まあストーカーの時点で危ないってか、もう犯罪なんだけど、窃盗。あ、これこれで合鍵も作ったんだ。おいおいおい、やばい、俺これ犯罪の手助けしてるわ、完全に。クリアじゃないって、やばいって、罪悪感すごい。あ、待って、間違えた。次のステージ行きましょうか。うわー、初めてのお泊まり、ちょっともうなんかステージのサムネイルやばかったよ。なんかまさかまさかまさか、いるいる、おやすみって何、ほこりすご。あ、くしゃみしちゃうんじゃない。いや、てかよく忍び込めたな。もうストーカーじゃない、こいつ忍者、忍者しか見たことない、ここまで入れんの。なんかスマホなんかしそうだけど、これ後ろの、はいはい、チップス。あ、なんか落ちた電気の玉。あ、何、あり
雲あすごいな、度胸すごいねこの女の子。ストーカーちゃん、ストちゃんって呼ぶか、じゃあストちゃん、これなんか使えそうだけど、あでもこれもう切っちゃった時点でダメなのか、何もできないのか。待てよ、これ取ってこれ置くとか食べれる、食べれたりはできない。スマホは、あ取れた、やべああどうなの、うわー怖すぎ怖すぎ、こんなことあったらもう寝れないって。あ、ホコリを取れる、ホコリ取ってお休みとか、そしたらあれくしゃみしないんじゃない。ああやばいよ、あえ、なに電話出た、夜中に電話誰からだ、おい怪しいぞ、おいストちゃん大丈夫か、あいつもしかしたら女の子と今電話したかもいいんだ別にいいんだ、なんか電話してた感あったけどね今夜中に。よし次、あ CM です。お何この CM、 いやどういう状況、今の電車とこの海全然関係ない映像流れたけど今。さあ次、もたれ現金、もたれ現金なんだろう、なんかカウボーイハットみたいな、うわはい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 、これも知らない女の子だよね多分、隣にたまたま座った、これカウボーイハット絶対関係あるでしょちょっとめっちゃハゲてる、ええ光が、あおおえ一発クリア、これもしかして、えでかぶせる、で自分が行くうわ幸せな時間、この女の子からしたら一発クリア、まさかのまさかのあの頭の光で一発クリア、衝撃受けたわ俺。さあ5番目、ステージ5、彼のお部屋、やばいやばいやばい、もうなんで普通に部屋にいんだよ、てかなんだ、鉢合わせしないように隠れなきゃ、なるほどね、がこの食器とかは使わないんか、いや絶対バレる、待てそこに入れってことじゃないあ、警察に電話したガチ逮捕、ガチ逮捕、遅いくらいだけどね。こっちか、何これ、これ何寝てんのこれ、ここを扉開けたり、いやーまあバレなさそうだけど、どうだ、おお見つかった、フリーダムどんな T シャツ着てんだこれ、このさベッドに寝てるこいつなんだろう、この紫のこれ謎キャラ、これ窓とかは、窓からもう逃げいいじゃん、あどうなった、あーやばい風邪ひいちゃう、大丈夫か、いやまあ自業自得の極み、さすがにこれは、これはさすがにそうなんだ、これなんかしそうだな、おハサミ、あーまさか、おいおい結構えぐいことやるな、綿抜くのかいやこれもうストーカーからしたらもう最高じゃん、これで一緒に寝れるわけでしょ、添い寝もできるわけでしょ、おいおいおいやっべでもどうするんその後、怖、発想が怖え、彼のお部屋クリア、面白いこのゲームは、レビューはまた今度。さあ君への気持ち、いやもう分かってるよみんな、もう君への気持ちはもうストーカーするってことは相当好きやろ、何どういうことこれは、あなんか手紙を書いてんのか、ハサミとかは取れない、なんだこれ、えんえんあんあんね、モテ解説雑誌か、戻したりすんのかな、あなんか分かった、アイテムを戻すんだ、いや隠し扉、やっぱ忍者こいつ、忍者な、忍者これえ猫、黒猫を飼ってんのか、なんだ貼り付けるってこと、やべ黒猫の方の写真貼り付けちゃったけど、これいいのかな、あそれを見てね、おお黒猫の写真、まさか怖え
見てる、怖すぎ、鳥肌立った今、今鳥肌立ったわ今、怖。でもすごい、芸術作品としてはすごい、これが芸術か。すげえ、パンクシーも今びっくりしてるよ今、どっかでこの配信見てるパンクシーが。さあ次、運命の出会い。運命の出会いって何？いやもう自ら言ってるよ、運命じゃないよ。あ、ランチパックを食べてね、はいはい、ぶつかんのね多分。そのまま一回スタートしてみるか。おお、まさかの走り抜けちゃった。それは止まってくれ、それ自分で調整してくれ。なんかあんな、でもここに猫、あー信号とか、おっとボタン、あーここに押すのか。で青にした、チーズ、あーあげんのか。あー分かった、ここに置いてネズミを出して猫が来る。でえ、これによってなんだろう、青、え、でも靴ひも、あ、もう先に、はいはいはい、準備は整ったぞ、いいんじゃないか、いけ、おーおお主人公、あの男も相当やばいやつだけどね。でこのゲームはどっちが主人公なの、まあ、この女の子か、ストちゃんがあれか主人公か。何このゲーム、卵集めてる、大量の卵出荷ゲームだこれ。うわすごい、新しいジャンル、卵出荷ゲーム。さあ次、8番、秘密ミッション。何ですか秘密ミッションって。あーなんか水槽いやもうミッションインポッシブルみたいになってるけど、はいはいはい、ロック解除してんのね。あもう絶対これやん、この上に書いてるやつ、この水槽の上に。ちょやろうやろう、こっからスタートして、え待って、あできる、こうだろう、あれ桁数足りない、こうか、え10時間後、厳しい、このスマホ一回失敗したら10時間、恐ろしい。あと2個足りなかったね。なんか水槽これ入れたら、あなんだ、あ電気消すのかおしゃれ、なんで下にってことか。へえ、なんかおしゃれなシステムになってる、賢い。でも主人公、主人公でこっそり GPS、 怖っ、やること怖っ、やばい勝てるぞ、どうすんだどうすんだ。ペットの下行くんか、え、なにこれ、ペットの下か、やばい、気づかれんじゃないの。汁なしカレーって何、あの T シャツ怖いって。てかこのストちゃんなら別に GPS なんか入れなくても永遠になんかあれだけどね、場所把握してそうだけどね。アプリは広告ばっかりだったり課金しないと楽しめない。まさにこのゲーム広告多いです。そんな、はい、絶対嘘。まあでも広告が多いって言ってもね、やらしてもらってる以上まあ仕方がないので僕は見ますけどね、広告をちゃんと。はい、ステージ9、守れ逆難、おーバー嘘つけ、そんな T シャツでバーに来ないだろ。おお SP みたいになってる。お、なんだ、彼に近づく人をタップして守ろう、急にミニゲームみたいに来た。びっくりマークのマークが出たらグラスに要注意、タップで追い返そう。はあ、いやもうそんなモテるん。30秒、人が来たらとりあえずタップだよね。やばいこいつ、もう帰れ、おい近寄らせねえ、なんだこの港区女子みたいなやつら。よし帰れ帰れ、近寄らせねえよ、私の妄想彼氏なんだ。やべやべやべ、くるくる、危ない、やばいやばいやばいグラス来た、あの隣のお客様からですみたいなこと。でもモテモテすぎんかこいつ、モテモテすぎだ、やばい来てる、あぶね、帰れ帰れ帰れ、よしオッケー守りきった、あぶね。おーでも一人でちゃんとバーに来て、一人でちゃんとバーに来るって なんなのあの男は、よくわかんないんだけど。さあ次、ドキドキ肝試し。うわこのシリーズ好きなんだよな、肝試しシリーズ結構あんだよな、サイコパスボーイとかでもいやもうてかずっとホラー、おいおい誰とだよ、あの子誰、急になんか T シャツがなんかイラストチック、デザインチックになってんな、てかなんだこれ後ろ、猫だ、わら人形だ、怖、悪霊隊さん、
ホラー人形取れない。電話ボックスなんだあれ。電話した誰かに。お、電話番号はもちろん把握済み。非通知怖。怖がらせてる。うわ帰った。これはどうなの、成功失敗なんだ。失敗ではあるんだ。でも自分があれなんだろうな。うわなんか関係ありそうだけどな。猫、猫も出して良さそうだけど。あ塩、あーなんか振りかけてみる。塩、お塩を振りかけてみるもう堂々とどんな状況だよ。だこれスタート押してみないとわかんないかもな。これこれ悪霊退散とかこれ貼れる、この女の顔に。これ隣の女の顔に悪霊退散これ貼れない。あれこれスタートじゃないのか。別にこっちを見れるってだけか。なんだなんだなんだ、なんかある。これまた悪霊退散なんだけど、なんか手紙あるぞ。なんだやべ、ついちゃった。おーいおいおいおい、イチャつくな。うーわモテモテすぎんか主人公が。待てよ、これ悪霊退散2枚あるってことは、まあでも塩絶対関係してんな。塩をここに振りかけるとか、こっちか盛るのか。塩盛り塩、お、あそこにね盛り塩すんのね。あ開いた。えお札、3枚目のお札なんだ。えー、これどうしたいの。わ渡すのか。えこれ渡す、あ来た渡せた。3枚のお札幽霊だったん、こわ。それを見抜いてたのか。なるほどね、背後霊的な。いや怖い話言ってよそれ、分かってるなら。怖い話今の。オッケー10番クリア。ノート貸して。何、同じ学年の学生ではあんの。よく分かんなくなってきたんだけども。おいアフロいんな、明らかに。なんだあのアフロ、おいなんだその T シャツ。ノート貸して。いや嬉しい、隣の席はもう当たり前のように確保してんな。ノート貸して。でこれラブノート貸しちゃったらやばいのか。何主人公の気持ち書いてたのか。いやもう主人公がどっちかわからんから、俺もうごちゃごちゃになってるわ。主人公はストーちゃんね。このアフロ関係そうだけどな。蜂の巣なんだ。おい蜂の巣がアフロに入った。蜂がどっか行った。なんだなんか、あはいはいはい、この勉強できそうな勉強できそうなもののとかそう。どうだ、おー、いやいやそれでいいの本当に。アフロが邪魔だったんだな。てかあいつ黒板見えんのか。さあ次12番、正義のヒーロー。ほう正義のヒーロー営業中、なんかやられてんな。ラーメン屋の屋台がある。これ絶対営業中。スタートがあるよ。なんか持たすんだろうな、ガス。あ、怖怖怖怖、爆発しそうじゃない。あ営業中になった。おい食べんなラーメンを。24時間のジムもある。えそんなすぐにおいおいおい、まあまあ結果的にはオッケーじゃないね。ジム行って鍛えんのか。でもいいんかそれで。ジム行こう、ジム、え、ジム行こうよ。行けないジムには。この状態でジムに行く。お、ジム帰り。お、お腹空いてて、ラーメンに、あ、はいはい、10キロ鍛える。あ、別にジムに行くわけじゃないので。おお、ムキムキになった。どうだお、誰だ誰だ、ボスか頑張れ頑張れ。どうなった。おお、いやもうストーカーとかじゃない。そこまで努力できるならもう正式に付き合えるよこれ。うん、そんな彼氏を守るために努力できるなら。さあ次、お宝大発見。なんか急にインディ・ジョーンズみたいな世界観来たな。もうだいぶ世界観変えてきたね、 BGM まで。何何これ、何
もうゾンビ？フランケンシュタインだっけ？なんか来てるよ。お、引っ張れる。あらら。おー、なんだ、マシュマロみたいなゲットした。恥ずかしがり屋だった。これつばやしいな。棒、木の棒。あ、松明にできたのか。はいはいはい、ここに、あ、火つけてからか。火つき松明をここにセット。おいた。スタンカーメンみたいな。あ、やばい、罠なんじゃない。やべえ、なんだっけこいつ、守り神だよな確か、昔の。え、なにこれ、逃げんの、どうしたの、こんなの入んじゃない。よし、来ました。やっべ、バレた。めっちゃ怒られた。怒られるだけなんだ。てかもうストーカー関係なくねこれ、急に。待って、準備がなんか足りなかったのかな。ここに隠れるのではないってことか、つまり。一旦これ引っ張る。ここまではあってそう。で、隠れ場所を探すってこと。なんかある。あ、骨がある。骨を代わりに置くとかなのかな。もうこれ火つける。骨を持たせておく。違うか。なんで気づかれたんださっきは。てか、いやー、なんかやりそうだけど、まあ一旦ここにつけるか。まだできるもんね、まだできる、まだできる。代わりに置くんだろうけど、俺がすぐ置くとか。オッケー、すぐ置け。ちょ、骨食べる。いや、犬だからワンちゃん、犬みたいな見た目してるから、骨に寄るとか。あ、オッケー。あ、やっぱり嘘つけ。そんな感じじゃないだろ。おお、従順な犬。やっぱ骨見ると走っちゃうのよ、かわいい。さあ次、滑り込みセーフ。もう嫌な予感するね、タイトルがね。どこに滑り込むんだろうね。あ、エレベーターか。一緒のエレベーターに乗りたい。なんか10円玉みたいなの落ちてるぞ、ちょっと待って。待ってよ。あ、え、なんだなんだ、ポーズ変えた、ポーズ変えた。100円ゲット。なんかポーズ変える。これ、待ってよ。なんでポーズ関係あるのか。とりあえずジュース買うんじゃない、なんか。ジュースを買う。エナージードリンク飲ませる。これでスタミナは上がった。間に合うか？間に合った。これシンプルに正解じゃない？おい、一発クリア。こういうとこで急に一発クリアすんのよな、俺って。不思議だよね。尾行の達人。ハートをつけたら何でもいいと思ってるだろうけどダメだからな、尾行。なんかテレビでレポートみたいなのしてる、カフェ。はい、スタバかな。カメラとか奪う。このカメラで撮ったら 4K で撮れんじゃない、この男の子のことが。うわ、なんか怪しいやついる。なんだこいつ、こいつだろ尾行。ちょっと待って。はいはい、ナイロン袋ゲット。JP 乗り換えね。持たせる、持たせた。はあ、親切にありがとうございます。の間に、うわ、誰だこいつ。あ、スターってことか。ほう、でそっちに集めて。いや、申し訳ないことしたな、なんか別に関係ないのに。で、いや、ちゃんとスイカ持ってる。おお、何だったんだろう。そのまま始めたらなんかあれだったのかな、あのテレビの人とかに、あのこっち向けられたのかな、インタビューとか受けたのかな。報告のないゲーム、報告のないゲーム。お、すごいすごい。絶対ないよね、そんなもの。広告がないゲームなんてないよね。課金はさせるんでしょ、でも知ってるからね俺。さあ、次16番かな。写真は任せて、文化祭。写真は任せて、撮るのうまいだろうね、盗撮写真ねえ、相当うまい。なんか持ってんなこれ、奥のやつ。もう こいつなんか明らかに持ってる。何これ、自撮り棒か。フワちゃん御用達のね。あ、なんかこの服かわいいじゃん、このこうスタッフ服。これやっぱダボっとした服かわいいね。なんだろう、普通に自撮り棒を渡す。おう、あ、やべ、自撮りしちゃった。あー、出番なかった。撮りたいか、このウサギと写真。なあ、教えてくれ。なんだ、自撮り棒なんか使いそうだけどな、使いそうだけど。おおお、あ、撮りますよみたいな。
あ、私と取った引かれた。いやそれ引かれるだろう。え、これどういうのが正解なんだろう。でもさ、ちょっと待って、千鳥棒渡してもさ、渡せないわ。あ、待って、なんか右上にカメラない。おい、こういうパターン来たか。スクショボタンなんよな、本当はこれ。なるほどね。レンズもガチだな。いや、撮りすぎ撮りすぎ撮りすぎ、お、怖怖い、ガチすぎる。いいんだそれで。でもただいい子なんだけど、ストーカーというより。いや、もういい範囲のよくない。あー、ダメでした。あの、やめてくんない、こういう恐怖演出。シンプルな恐怖演出。 CM でーす。さあ次、17番、大切な忘れ物。なんだ大切な、これインターホン、スコヤカコーポ。さっきも出てきたの。なんかこれ切れ目入って水出てるぞ。水漏れてるパイプから。あー、ダメダメダメ、登れない登れない、そんなとこ。いや普通に無理だろ、水が出てるとか関係なく無理だろ。てか何をやってんだ。忘れ物を届けに行こうとしてるのか。上見れる。なんか動くけど。お、取れた取れたけど、これで塞ぐとか。おお、いやだとしてもじゃない。あ、普通にピンポンもできるんだ。お、あ、誰だろうみたいな感じか。いやー消された。話くらいは聞いてあげてよ、ちょっとくらいね。え、まあでも多分これ登るんだろうと思って。登れるか。なんかでもちょっと動くの気になるけどな。一回これ登ってみる。そういう問題じゃない気もするが、いけるんだね。いけちゃいます。あ、この回か。おお。怖いだろ、先にスマホの方がさ届いてたら怖いだろ。家になんで気づかないんだ。鈍感だな、本当に鈍感、怖いほど鈍感。 CM でーす。卵集めます。さあ次、12時の鐘と彼。鐘と彼言いづらいな。シンデレラ的なね。あら綺麗な、あれまさにシンデレラじゃんこれ。これいただきますね、まず。あ、やべ、怒られる。とりあえず、あ、来た、イケメン王子みたいな感じになってる。何その終わり。ちょっと待ってよ、これ右側見てみるか。あ、馬車が待ってるわ。あ、やべ、時間にしちゃった。おー、シンデレラ戻った。おー、よし。まさか靴が合うのか。ん、持っていったな。あ、なるほど、この靴が合う人ってなるんだ。で、まさか私です。あ、え、え、いっぱい来た。失敗なんだこれ。え、どういうこと、どういうストーリーこれ。なん、え、あれなんだ、魔法のステッキみたいな。こんな奪っていいのか、魔法のステッキこれ。あ、おー、かわいい。これで同じことすんのかな。さては、そしたらこの靴をも履いてるのはこの子だけなんじゃない。違うか。はい、来た。この靴は一足なんじゃない、魔法で作ったからね。おおおお、すんごい、うー、もう超幸せそうな顔してる。なんか応援したくなってきたわ、でもこの子のこと。本当にストちゃんを出た、また。なんかこれ雪かけるこの演出なんなのこれ。さあ次、守れ逆断の2。まさかの2、ここ2来るか。リーチ、はい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 。声をかけてくる女性から彼を守ろう。またこれ。またこれかい。どんだけこいつはイケメン、イケメンにモテるん。あー、やめてください。もうあの港区女子お断り。はい、ダメです、近づかないでください。ダメです、ダメです、私がいるんで。やべ、来る、帽子来た。ルフィ、右からルフィが投げてる帽子。ルフィもなんかあれなんかな、おめえ仲間にしてみたいなことなのかな。俺の海賊に入んねえか、仲間になんねえかみたいな。
いや、そんなめちゃめちゃ別にムキムキとかでもないし、なんでこんなモテる。よし何事もなかったかのように、ただ座ってただけだぞあいつ。海入れ、さすがに。まあでもモテるんだろうね、ストちゃんも夢中だからね。卵産みすぎ。さあ次、彼の心を狙い撃ち。なんかお祭りの射的みたいな場所だったな。このキャラ何？1回300円まあまあすんな。なんかできんのか。おっと落ちた。おお、拾った。あ、なんかある。待って、なんかついてた。ちょ、もう一回。おっさんの背中になんかついてるぞ。なんだこれ。あー、コルクだ。ん、なんだ。またガスがあるけど、かけないのか。100円ゲット。どっから取った今。なんだ、チョコバナナ。チョコバナナとかうめえよな。なんもできない。この男の子になんかあげんな多分。ワンのワンの。お、100円。あ、300円集めて。おー、すごいな、いっぱい持ってんな。ヨーヨー、水風船。300円集めてやんのか。はい、来た。300円。これ1回300円。おー、3つ、4つになった。で、やってみる。彼の心。あー、あー、なるほどね。あ、私がやります。リロードンガチなんだけど。うまい。へー、こかすだけでいいんだ。なんか昔落とさなきゃダメとかあったよね、敵屋で。俺意味わかんねえなと思ったけど、良心的、こうこかすだけでいいんだ、もの。 CM です。怖い CM。 さあ来た、次。21番、かき消せ恋の花火。なんか不穏だぞ。どういうことだ、恋の花火をかき消すって。あ、またこの男は幽霊なんじゃないの。またなんか月怪しいけどな。そっち側、花火師側なん。よく見えるな。はいはい、花火玉ゲットして、これ筒に入れるんだろうけど。あ、特大用ってある。まさか自分が入る。いや、入っちゃった。いや、大事件。そうはならんだろう。そうはならんだろう。おい、楽しんじゃったよ。あれ見て楽しめんだ。なんだ。おー、すごい。これ変えれんだ、これ。なんかするんだろうけどな。ちゃんと花火師さんもなんかその部下として招き入れてんだ。人の心に入り込むのがうまいんだろうね。これ切り替えてなんか渡すんじゃない。違うかな。お、違う。ここで爆破させるとか。月怪しいよなこれ。あ、やっぱり月怪しいと思ったんだよな。集めてくん。あ、てかでかっ。あー、これを入れる？さては。はいはいはい、いった。でかいやつ、でか。好きです。あ、聞こえない。気まずい。すごい計算がすごい。おもろい、今の、今のステージ好き。この CM は嫌い。さあ次、喋っちゃやだ。かわいい、なんかタイトルがかわいいよこれ。あー、なんか忘年会的なこと。俺が1回も今年まで呼ばれてないで話題の忘年会。なんだなんだ、もう始まりおかしいでしょこれ。なにめっちゃ飲み食いしてるけど。開いた。なんで開くのこれ、怪しい、超怪しい。けど分からん。進むとかあるけど、まあ引き離さなきゃいけないわけでしょ。めっちゃエビフライティー。んー、でもなんもアイテムねえぞ。取れるアイテム全く。おっと、どっから取った今。靴下履かせるとか。靴下を履かせる、そんなわけねえよな。何これ、何もタップできん。靴下食べさせるとか、それねえか。靴下履かせる。あ、これなんで開くんだろうな、ここ。めっちゃ怪しいけど、しかも左しか開かない。靴下集める。靴下集めんだ。待てよ。あ、破れてる、こいつの靴下。あ、え、違うと。あ、履いた。なんでいけたの。何今、何が違ったんだろう。あー、で、こいつ履かせる。違う。
あ、剥がした。え、なんだこれ。いや待って、こいつ、この靴下はこの靴下のムッシュのものだったもんね。だから多分何も変わってない。剥がせんの靴下を。なんで俺はさっき靴下を剥がしたり剥がせなかったりしてんだ、さっきから。ちょっとやっぱ一回進んでみる、剥がして。おお、スマホ。あー、はーい、じゃないのよ。なんだこいつ。これ何なんだろう。CM です。あ、誰か来てる。誰これ。おお、回避した。誰か来てたわ。うわ、戻るべきだったの。あ、なんか待って、メニュー持ってる。何、本日のおすすめ、女子力アップヘルシーサラダ、王様ゲームなどにラブドリンク。ラブドリンクだろう、さすがに。おい、なんでそこで、なんで、おい、なんでなんだ。やべ、こんなやつやめとけ。おい、いきなり。ああいうのってなんか盛り上がった後にとかなんじゃないの。いきなり普通に飲み出したぞ。こっちか、ヘルシーサラダ。これで取り分けた。はいはいはい、みんなにね、その隙に。どうもー。いや怖いでしょ、下から来たら。下から来たら怖いでしょ、いきなり。勝ち取ったね。なんか今勝ち取った感あったね。スネークみたいな感じで。何この子、泥すぎない。さあ次、23、私の勇者様。なんかドラクエ的な世界観か。そっち側なんだ。おいおい、ヒーローとして来たぞ。勇者が現れた。戦う防御も包丁で、これ絶対なんか使うもんな。これなんだこれ。ちょっと権利書、この世界を支配。なんて魔法かな今の。メロメロビーム、弱いファイヤー。なんかしそう。なんだ、頭になんか乗ってた羽が。月怪しいけど、なんだろう。これ渡すとか。待って、これ持った状態で、待って、これ持たせた状態、これなんか杖とか奪えない、無理か。なんか渡すんじゃないのかこれ。何人に使うんだこの羽を。メロメロビーム打ってみる。弱そう。あい、弾かれた。まあ、どういうことだろうこれ。どういうことだ。あ、なんかキラキラしてる。万年筆の先。はいはいはい。おお、これで書くのか、書き換えんのか。この世界は半分開ける。平和、平和だ。二人でね。魔王は平和協定を結んだ。何やってんだよ、ゲーム終わっちゃうって。さあ次、ドキドキ記念さ、記念写真。なんだ、あー、ウォーターコースター。はいはい、スプラッシュマウンテン的なね。普通にやったらだ、なんかとん、なんでこんなつるっぱけなの。なんだ、何やってる。あ、髪の毛を結んだりできる鍵。なんの、あ、待って、そこ開けるな絶対。あ、水の量を、あ、減らした。はいはいはい、これで隠れんだろうね多分、写真撮影の時に減らしとかないと。で、これでスタートじゃない。髪の毛を結んだから顔も隠れない、水もあんま出ない。おー、撮れたんじゃない。どうよ、よかったー、最高の写真。いいねー。お、 CM じゃんまいけど、まあいいか別に。そこは隠れてもいい場所か。よーし、次、悪霊退散。幽霊系多いね。呪われてんのかな、やっぱ。なんかなんで幽霊から持ってる。これ塩絶対使うの、これ、この塩。なんだ、お守り。こっちもあるよ、猫の写真。お、またこれか。3枚集めんじゃない。掃除機。お、掃除機つけた。なにそのルイージーマンション的な。お守り使えそうだな。でもいいのかなこれで。こういうこと、マジでルイージーマンションやってんだけど。お札って便利。あれ、でもバレた。あー、ダメなんだ。絶対正解だと思ったんだけど。塩振りかけてみる。じゃあシンプルに、塩で味付け。まあそれ起きるわな。
え、かといってお守りって悪霊退散ってどういうことだろう。合ってんのか、使い方としては。 CM が出なくなるお守りとかないですか。ん、あー、耳栓つける。まさか。はいはいはい。で、ちょっと待てよ。んで、掃除機じゃない？絶対そうだろ。あー、ルイージーマンションする前にまず耳栓しなきゃいけなかったのか。わかるか。そんなわかるわけないでしょ。よかったね、寝顔見れて。耳栓とか寝てる間につけられたら、その時に起きそうだけどね。よし、次 CM です。さあ、次26、恋のデスゲーム。ずっとやってるよ。それで言うと、このアプリ自体が恋のデスゲームとかでもいいレベルだよ。監視カメラ、なんだ、暗。なんか始まった。ジグゾーみたいなやつ来た。え、閉じ込まってんだ。うーわ、はい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 。なんだ、鍵ゲット。ザルだなこいつ。てか、ウェブカメラでやってんだけど。戻る。でも多分バッと、はいはいはい、殴るため。そっから入っちゃうの。おい。まあ結果的に成功みたいなもんだ。あれ、なんでビビってんだよこっちに。いや、でもあれさ、鍵バッと渡して鍵取ってなんじゃないのか。バッと渡す。あー、はいはいはい。今殴れ。え、ダメなのか。これ何が正解なんだ。じゃあ、え、何、助けるだけじゃダメなのか。一回鍵で開けてみる。開けてみる。あ、違う、ここの鍵。あ、はい。うん、ダメだ、閉められた。普通にやるんじゃダメなんだね。あ、鍵渡せた。鍵渡してバットか。ほう、まさかそれで閉めんのか。はいはいはい。いや、もうこいつデスゲーム向いてねえよ、主催者。ダメよそれじゃ。全然考え方がサイコパスじゃないもん。もうダメそれじゃ。さあ、次27番、彼と夢の国。ディズニーランドだね。あ、違ったね。うさぎランドだ。あ、でもなんか USJ っぽいな、この映画のセットっぽいから。絶対あの風船ってか、結構ちゃんとつけるタイプなんだな。なんかヒーローショー待機してんな。ポスター怪しい。アイテムゲット。お、水入れた。ウォーターサーバーで水入り。はいはいはい、聞せんのか。水どうぞ。何か水飲む。水飲む。なんか暑そうだよね。ヒーローショー着せる。着る。ああ、一緒に写真撮りましょうって。あ、人気すぎた。これは結構いろいろギミックありそうだな。水なんか使いそうだけどな。ヒーローショーのこれもなんか、お、やべえ時間だみたいなことか。いや全然。おお、行った行った。で、風船。帰った、帰った。水渡しに行く。何やってんだこの子は。おいやー、鼻水。どういう状況なんそれは。でも嬉しそう、主人公は。よかったでしょ、ストちゃん的には。今のウサギがどっか行く。めっちゃ、これ水あげんだ。めっちゃ疲れとるわ。こういうことでしょ。どうぞ水でも飲んでください。あ、やっともらえた。やった。まさかこれ切んのか。うわ、でもちょっと汗まみれだけど、やだな、ちょっと。来たわ、これで。どうもどうも。だからいいんかって、それで写真撮って。おお、まあまあまあ、ちょっと結構壁あるけど、まあまあいいか、まあいいか。 CM でございます。さあ、次びっくりサプライズ。ほう、びっくりサプライズ。ケーキ
ハッピーバースデー、へえ。いやもう家にいること自体がビッグサプライズなのよ。そんなことしなくても。やべ、入ってこようとしてない？何これ見れんのか。おい怖いって、あれ泥棒？おい泥棒が警察に電話した？お前だよ、逮捕は。これどうなんの？どっちも、どっちもでした。まあどっちもか。なんかできそうだけどな。あ、これなんかあるよ中に。え、なんで隠れた？泥棒来るよ。ん？やべ。いやまあでもそうよな、ストちゃんのせいってされちゃうよね。違うんだけどな。まあでも一緒か、やってることはほぼ。なんか風船割れたりするんじゃない？あ、まさかそういうこと？これ割るでしょ。これ何？クラッカー持たせる。あ、はいはい、ビビらせんのか。ビビって帰ってた。で、やばい、帰ってきた。まずいぞ、どうする。でもこれダメなんじゃないの、普通に見つかった。おー、いいんだ。この主人、この男は何なのマジで。なんでそれでいいってなるの。まあでもよかったならいいや。さあ次、ここではラストだけど多分エクストラステージが込めてあと2個かな。29、吊り橋効果を狙って。怖い時に好きになっちゃう現象ね。本当の吊り橋でやんないだろこれ。服の違いすごいけど。おー、ビビってんな。これ全員行ったらやばいんじゃない？全員行ったらやばいんじゃない？あ、やばい、これ割れてるよ、お前危ない。おー、えらい。怖くないんか。そんななんか厚底靴でいけんの、こんなとこ。まさか。あ、割れなかった。え、おい、正解。え何今の。一瞬でクリアしたけど、よく分かんなかったけど。これでエンド30きた。エクストラステージ念願のデート。念願のデート、え、付き合ったってこと？よかった、さっきので。まさか向こうから吊り橋効果すご。なんかでもあんなアイテム。あ、バッグからいやいや所持品みたいになってるって。所持品ってか押収品みたいになってるって。何やってんの？あれ下がった。え、あ、ん、何これ、下げてくのか、どんどん気持ちを。あ、気持ちを落ち着かせてくんだ。え、変顔。え、あれ声の気持ち冷めちゃった。あ、え、あ、いや、いいのか。ん、いいのか。あ、いいんだ。おお、え、どういうこと、最後冷めたわけじゃないのか。今ので上がったのかやばい、最後、え、最後あれはどういう、え、コーヒーを飲んで声の気持ちが上がるわけはないもんな。だからさ、落ち着かせたってことかな、心臓のバクバクを。で、手をつなぐことすらもできなかったけど落ち着いて手をつなげたってことかな。いや面白かった、サンキョープレイング。え、結構今までで一番俺的にシリーズ的に面白かったけどね、ストーカー彼女。皆さんはストーカーにならない程度に好きな人のことを思ってみてください。はい、ということでポッキーでした。また次回のこういったシリーズでお会いしましょう。じゃあバイバイ。